HK ってなんだか知っている？ HK？ 香港のことか？ウクライナ侵攻の陰に隠れて話題が出てこないよな。違うわ、あの伝説の映画、HK 変態仮面、のことよ。あの名作か、少年ジャンプという少年漫画の王道の雑誌で、変態を題名にして、ジャンプの冒険とも暴走とも言われたあの作品か。そして、出演者がまたすごいのよね。信じられないが、主演がかの名優鈴木亮平さんで、ヒロインがもろもろ話題をさらった、天元よし子、今年水文香さん、そして敵役に室津吉さんというなかなかの猛者揃いだ。当初はなんとあの小栗旬さんが主演を希望したらしいわ。事務所の猛反対で実現しなかったらしいがな。そのバージョンも見てみたかったわ。で、HK がどうしたんだ？その HK に出演していた室津吉さんが、今は大河ドラマで HK を演じているので感慨深くなったのよ。室津吉さんは、どうする家康？では秀吉役だろ。だから、秀吉木下で HK でしょ。それが言いたかったんかい。というわけで、今回は豊臣秀吉の話をお願いね。ゆっくりしていってね。最近斜め上の入り方をしてくるから油断できないな。甘いわね。男は外に出たら7人の敵がいると思えっているでしょ。私は男でもないし、外に出てもいないんだが。細かいことは言わないの。で、室津吉さんの秀吉はダークサイドに落ちたように描いているわね。新たな秀吉像を描こうという意欲を感じるな。今までの秀吉は明るさを前面に出していることが多かったからな。実際はどうだったのかしら。逸話などから感じるのは、人の懐に入ったりという人情をうまく使うことができる人物だな。一言で言えば、人たらし、だな。HK 人たらし仮面だったのね。HK 好きだな。実際にはどういう逸話があるの？有名なのは、信長に仕えていた時だな。雪の日にはラジを懐に入れていたというのは有名だろ。実話かどうかは怪しいが、そういう感じのことをやりそうだという人物という評価は安定だろ。でも、それっておべっかのようにも思うのよね。まあな。でもそれだけじゃない。人物評も秀逸だ。東国無双は本田忠勝、西国無双は立花宗茂か。これを言われたら嬉しいだろ。ああ、そういうの確かに多いわね。他には大谷キツツギ200万の大軍を采配させてみたい、とか、小早川隆景に、勇気があれば天下を取れる気とかな。後でじわじわ喜びが来そうな言い方をしているわよね。これは天下人に言われたから効果があるんだろうが、若い頃の逸話もあるぞ。信長に仕える前に松下嘉平という人に仕えている時の話だ。あ、それは知らないわ。どんな話なの？秀吉は嘉平に才を見出されたが、ある日、自分より上の位にあり、より良い待遇が期待できる武士から秀吉を所望されたんだ。嘉平も秀吉のためを思って、その武士を紹介しようとしたんだ。そうしたら、秀吉は暇を願い出た。へえ、なぜなのかしら。秀吉は言った。あなたが使えるタルシ君だと思ったから使えている。それなのに竹に使えろと言われるとは思わなかった。それでは、奉公する意味がないので、お暇をいただきたい。うわ、めちゃくちゃ嬉しい言葉じゃない。でも、その家を秀吉は出ていくのよね。その点では、嘉平は他の家臣から疎まれて、意地悪をされていたから、秀吉の才を活かせる新たな主君に仕えてほしいと言われたとされているんだ。一応筋は通るわね。どこまで本当かわからないけど、秀吉の人たらしを印象づける話ではあるわね。他に前田利家親子の喧嘩の仲裁をした話もある。長年の盟友である前田利家とその息子の利長が不仲になったので、秀吉は二人を招いたんだ。仲直りさせたのね。でも、どちらかに恨みが残らなかったの？それがうまいやり方だったんだ。秀吉は喧嘩養成媒として、利家から名物の狩りの絵を没収して、利長に罰として与えたんだ。あれ、それでは利長にとって罰にならないんじゃない？秀吉は言った。狩りの親はこの休息のために歯を渡し、子は歯の上で休むと言われている。また、蘇我物語では蘇我十郎が狩りの親子の絵を見て、狩りですら親がいるのに自分にはいないと嘆いて、親の仇を取るというくだりがあるだろう。お互いに大事に思っていた親子だろうにな肩がいするなというわけね。そうだ。しかも、秀吉はこの前に長男の社松を亡くし、その後、母も亡くしている。そうした秀吉が語りかけたんだから、その気持ちは前田親子に通じたんだろう。和解して仲良く帰っていったそうだ。何それ、本当にいい話なんだけど。他にも、家臣や配下の大名が経済的に苦しい状況に陥ったとわかると、秀吉は不信を命じさせたんだ。
そして、例えば200人の雇いで済む規模の工事で400人の見積もりを出させたんだ。メンツを潰さずに、資金援助するという方法を取っていたらしい。戦後の総理大臣の田中角栄の逸話みたいね。そういえば、田中角栄も今大公と呼ばれていたな。この人も人たらしだったな。中村のごぼうという話もいい話だぞ。秀吉が天下を取った際に、ふるさとの尾張中村の農民たちが、秀吉にごぼうを送ろうと大阪にやってきたんだ。中村の農民たちは、秀吉が長浜城主になったりと出世の度に、ふるさとの味のごぼうを送り届けていたんだ。そして、秀吉が天下を取った際にもごぼうを持ってきたんだが、周囲は諸大名が金品財宝を持って集結していた。農民たちは引け目を感じて帰ろうとした。そうなるわよね。着物だって比較にならないでしょうに。場違いで急速に恥ずかしくなってしまうわよね。その姿を見つけた秀吉は、中村の農民たちを呼び止めて城内にあげた。そして、献上されたごぼうを見て、嬉しそうに言うんだ。お前たちのごぼうは私が出世するたびにふるさとを思い出させてくれた。お礼がしたい。これから中村の血の年貢を免除する。中村の人たちは大喜びよね。それで、中村の人たちは豊かになっていった。それでお礼のため、今度は秀吉に金銀を献上したんだ。そしたら、秀吉は激怒した。なぜ？豊かになったのだから嬉しいんじゃないの？秀吉は言った。私が天下を取ったのは、お前たちのように真面目に働く者が、楽しく暮らせるような世が作りたかったからだ。それなのに、お前たちは本分を忘れてしまった。悲しい。私も力を持つと、判断を誤ることもある。その私の初心を思い出させてくれるのが、お前たちのごぼうなんだ。私にとっては、お前たちのごぼうはどんな金品よりも大事なものなんだ。いい話ね。涙が出てくるわ。だろ。これは中村の人たちも気持ちを入れ替えて、農作物を一生懸命作るよな。でもひねくれて考えると、作物を生産させるためにカツを入れた話とも取れるわ。室津吉の秀吉だと、年貢免除を取りやめさせそうだけど。確かにな。しかし、この逸話も秀吉の人たらしを表す逸話だと思うな。他に賤ヶ岳の戦いの後、負傷した兵士が暑さに苦しんでいた際に敵味方を問わず、傘を手に入れてかけてあげた話とかあるしな。今で言う赤十字精神よね。なんでこんな秀吉が室津吉の演技ではあんなに裏のある人物に書かれてしまっているのかしら。いわゆる光が強ければ闇もまた濃いということかもしれないな。秀吉には常に闇があるからな。それも陰惨な。どのような話があるの？有名なところでは、敵将兵に容赦ない兵糧攻めを行ったことだな。俗に言う三木城の星殺し、鳥取城の勝衛、殺しだな。それは敵兵なので仕方がない面もありそうだけどね。それだけじゃない。千利休の切腹も大きな闇だし、橋場秀次事件では生まれたばかりの赤子や、正式な婚姻前の少女含めて39人を処刑したこともあった。それは強烈だわ。他にも、秀吉から加増の申し渡しがあったある大名が、夢のようです、と喜んだら、俺の言うことが信じられないのか。じゃ、夢にしてやる。って加増を取り消した話もあるぞ。それ、余計な一言だけど、地味にかわいそうね。秀吉は人たらしであり、人に愛される才能は抜群だったけど、天下人になると大きく変わってしまったんだよな。戦絡みの部分は、まだ味方の犠牲を出さないために苛烈になったということで説明できる。しかし、天下人になってからの陰惨な部分は、やはり独裁者であるということが、性格や考えを大きく変えてしまったように思えるんだ。やはりごぼうを食べなくなったからなのかしら。そうかもしれないな。権力は腐敗するということの例外にはなれなかったということなのだろう。一方でこうも考えられる。人たらしとは人間関係を効率的にし、自分への利益があるために秀吉が計算で立ち回ったという見方もあるんだ。そのため、すべてを掌握した時から秀吉は本性を発揮したに過ぎない。もともとは残酷で陰惨な性格だったのだという考えもあるんだ。この見方で書いたのが、室津吉さんの秀吉というわけね。おそらくそうだろうな。そして、天下人になったことで、ネット上での表現ではラスボスになったというわけだ。権力が人を変えたのか、それとも元々の性格が露呈しただけなのか、どっちなのかはわからないが、秀吉政権ほど、光と闇の差が激しい政権もないと言えるな。そういえば HK 変態仮面のキャッチコピーにもあったわ。俺は正義の味方だが正義は俺の味方ではないらしいって。言葉を変えると、俺は天下のために働いたが、
天下は俺のためには働いてくれないということになるんだろうな。そういえば、仮面のヒーローは他の登場人物には正体がわからないっていうのが鉄則よね。そうだな。そう考えると、同じ時代に生きた人にとっては、秀吉という人物の本当の性格というのはわからないのかもしれないな。そういう点でも秀吉は、HK 人たらし仮面だったと言えるのかもしれないわね。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。